松永久秀の反乱を鎮めた信長は次の標的を毛利に定め、西国攻略を本格化させる。その先鋒として出雲の丘陵回復を目論む尼御勢や播磨の大名別所長春らを用いて毛利に当たらせた。しかし尼御勢の寄る神月城は毛利の猛攻にさらされ落城の危機に瀕していた。この危機を救うべく信長は秀吉や光秀らを派遣、主君を救おうと勇む鹿之助と共に二人は神月城へ駆ける。神月城の戦い。よし鹿之助、ついに神月城での一戦だ。準備はいいか？もちろんだ。信長様に言われた時からずっと準備は重ねてきた。この一戦に尼子の未来がかかってるんだ。俺が頑張らないとな。おお、その息よ。信長様は播磨にかかりきりだが、その分オイラや光秀がついてるからな。ここを乗り切って西に半島を広げてやろうぜ。一丁やるぞ鹿之助。強くなって大切なもの全部この手で守る。あの日の誓い、今こそ果たす時だ。俺は毛利を残らず駆逐して尼子を再興する。追いつくからな光秀。誓いを果たす。殿、それがしに万事任されよ。城は完全に囲まれてるな。簡単にはたどり着けなさそうだ。敵を本陣へと引きつけ進路を確保せよ。秀吉殿と鹿之助はその間に進め。承知した。北の援軍、我らが食い止めぬ。よし、砦の将は本陣に向かったみたいだ。ここを落としてさっさと進軍しちまおう。すぐ向かいます勝秀様。どうかご無事で。俺たちは軽い。一瞬一人でもかけては城は守れん。来たな尼子の鹿ぞ。その首借り落とすしてくれる。何としても織田を止める。甘いわ。ボンド、承知承知。陣を攻めるか。狙い通りだ。織田に構うな。奴らの動きは想定のうちよ。我ら承知した。引き続き城を攻め落とそう。出ろ開門。出ろ。よっしゃ先に進むぞ。城攻めの邪魔はさせぬぞ。消えろ。これは取れない。俺も頑張らないと。全て壊そう。
任されよ。承知。万兵は廃した。皆城へと一憂。甘いわ。打ち死に。そりゃ。待てよ。侵入を許したか。なんとかしてこの場をしのがねば。覚悟せよ。雨子のしかめ。くそ、囲まれたか。鹿之助の進軍が止まったようだ。急ぎ助太刀に向かうぞ。待つ。承知した。貴様らに俺を阻めるものか。返してくる。さあ、さっさと城へと向かうぞ。任されよ。承知。ここまでは順調みてえだ。だが毛利相手にそううまくいくかな。長期戦になれば不利なのは俺たちだ。増援を通し一気に肩をつける。よし、これで先に進めそうだ。一人じゃどうなってたか。味方に助けられてるようじゃダメだ。俺自身が頑張らないと。機は熟し、増援を出し織田の手勢を囲むのだ。隙を見せたか。承知。隙を見せたな。敵の侵入を許すとは。本陣が囲まれたか。これでは身体ままならない。本陣が落ちれば敵の攻撃がなりかねない。急ぎ本陣を守らねば。信長様より伝令です。急ぎこの地を離れ、播磨攻めに参じようとのこと。播磨の情勢、そこまで切迫していたか。しかしだとすれば光月城は。そうか、それが信長様の。信長様の名前しかないか。任せろ。承知した。俺がしんがりを引き受けるよ。やむを得ないか。全軍撤退だ。我らは播磨へ向かう。敗北条件変更。撤退の邪魔になる奴らは俺が残らず倒さないとな。敵に容赦ないのはまだわかるけどよ、味方を見捨てるのは違うんじゃねえの。雨子の者たちは切り捨てるってか。信長様、これはさすがにあんまりじゃ。あっぱれ。我らも続き。阻める者か。あれ、敵の勢い抑えきれなかった。他の奴ら撤退。待たされよ。承知。退するのか。逃がすんじゃないぞ。隙を見せたよし、本陣はもう大丈夫そうだな。早いとこ撤退しねえと。南東は守備が手薄。あの地より引くか。敵の少なさが気がかりだが仕方あるまい。開門。攻略せよ。隙を見た。勝利条件変更。甘いわ。ああ、のこのこ来やがって。承知。てめえらの占領、俺が見抜けねえわけねえだろ。平門。任せろ。承知した。やはりな。立ち塞がるなら切り伏せるのみ。
っかり俺が守りきるんだ。消えろ。ダメ、逃がさぬぞ。壊そう。承知した、承知した。怒らずに取れい。開門。出ろ。返してみな。出ろ。本陣を狙って急いで止めないと。そうか、援軍が撤退を。いよいよ覚悟を決めねばならんな。今の俺にできることは撤退を必ず成功させることなんだ。織田は残らずこの地で果てよ。見えた。これで残る雨子は勝久のみ。任されよ。承知。我らの大手と愛は。ごめん、討ち死に。こら、どうや。みっともなくあがきやがって。やってられねえな。開門。道は開けた。急ぎこの地を離れねば。よし、光秀たちを守れたみたいだ。そりゃせよ。隙を見せたか。そりゃせよ。承知。この程度戦果とは呼べぬゆえ。ブガチ抜く。はあ、たあ、たやすきことよ。それがしなどが天下無双に至れようとは。それじゃ俺はここまでだ。みんな、後のことは任せだぞ。平門。やはりな。元より一人残る腹積もりだったのだろう。なんだ、お見通しだったか。そうだ、俺に雨子は捨てられない。大丈夫、またすぐ会えるって。必ず追いついてみせるよ。なんとか撤退はなったようだな。さて、じゃあオイラたちは。ダメだ、やっぱり俺は戻る。鹿之助を、仲間を見捨てられねえ。待て美月。あのバカが。主、あいつは。悪いが、今美月を連れ戻すだけの猶予はねえ。オイラたちは木津川口へ向かうぞ。じゃあまたな、光秀。信長様によろしくな。殿、心中お察しいたします。なれど今は。案ずるな。三木城へ向かうぞ利光。信長を待たせるわけにはいかない。承知。この刃は天下一新がため振るうのみ。惑ってなどいられない。